筑前の国、現在の福岡県。この丸御所に仕える庭履老人が、庭の片隅から垣間見た女房に恋心を抱きます。女房は若く美しく身分も高く、一階の庭履老人には手の届かぬお方でした。ところが噂で知った女房は、庭の桂の木にかけてある鼓を打ってみなさい。もし音が出たら姿を現してあげましょう、と伝えます。老人は喜び勇んで鼓を打ちました。しかし、打てども打てども音は出ません。実はそれは綾の鼓で、最初から音など出る代物ではなかったのです。精魂尽き果てた老人は、失意のうちに池に身を投げて死んでしまいます。その後老人は怨霊となって現れ、恨めしや恨めしやと一途な恋心をもてあそばれた悲しみを訴え、女房を責め立てるのでした。最もシンプルな上演形式である姉妹と能を見比べてご覧ください。心つ